べぇ遅い変へと前はっ風よ散れあら、早いわね。まだ営業前なのに。あれ、キララはもう帰ったのか？うん。朝早くに特巡隊の護衛付きで帰ったわよ。問題なさそうだったか？大丈夫よ。護衛隊の気合もすごかったんだから。特巡隊は、重要人物でも護衛するんじゃないかって勢いでキララを囲って一歩一歩進んでいったわ。後半で交代するスピナディロースラの方もナビアがたくさんの人を呼んでくれたし、みんな遠いところから集まってキララのために道中の安全を確保してくれたの。つまずかないように石ころも取っ払ってくれたみたいよ。ナビアなんか別れ際にその場でマカロンをたくさん作ってあげたって聞いたわ。フォンテーヌのお土産としてね。どうやらナビアは護送を楽しんでたみたいだな。そうかもね。今回は時間がなくて豪華なものを用意できなかったけど、また機会があったら次も護送したいって言ってたわ。しおりとナビアって似てるところがあるよな。何事にも真正面から向き合って思い立ったらすぐ行動するとことか。多分それも私たちが仲のいい理由かもしれないわね。あのお嬢様は生まれつき気骨があってどんな逆境にも屈しないの。私はその心意気が好きなのよ。これは私のブランド理念でもあるわ。だからナビアがチオリアで服をオーダーメイドしたいって言ってくれた時、嬉しくてたまらなかったの。おお、ブランドの顔としてぴったしなやつが見つかったってことだな。そういうこと。お客さんは服だけじゃなくてどんな人がそれを着てるかっていうところにも注目してるの。自分もそういう人になりたいって気持ちと似てるかな。服は見た目さえ良ければいいもんだと思ってたぜ。でもその服をテイワット全土に広めるとなるとそう簡単にはいかなくって。あ、つい話し込んじゃってたわね。そうだ、オイラたちモデルをしに来たんだったよな。じゃあ私は生地とサンプル品を持ってくるから、君たちは店内の準備を手伝ってくれる？準備って言っても何をすればいいんだ？既製品の服を種類とデザインによって見栄えよく並べるだけよ。そうすればお客さんが毎日違うものを目にできるでしょ。店を開くのにもいろいろと工夫が必要なんだな。じゃあここは君たちに任せたから。とにかく似たようなデザインの服を一緒に並べればいいんだよな。ないわね。君たちデザインの才能があるんじゃない？よし、そろそろ服を作り始めるわよ。そこに立って動かないでね。まずは採寸するから。しおりさん、お邪魔します。ん？リーアンヌじゃない。最近家の方はどう？ええ、悪くありません。君のドレスは来週完成するわ。パーティーに間に合わないってことはないから安心してちょうだい。それとも何か新しい要望でも？いえ、違うんです。
実は今日そのドレスのオーダーをキャンセルしに来たんです。あ、キャンセル？あの、もちろんバイキンはそのまま受け取っていただいて大丈夫です。使った材料費も戻らないことは知っていますので。私が気にしてるのはそこじゃないわ。何かあったの？予定に変更があったとか？それは、その…まあ、君を困らせるつもりはないから深くは聞かないわ。オーダーキャンセルね。わかったわ。はい、本当にごめんなさい。もう気にしないで。もし何か私に手伝えることがあったら遠慮せずに言って。今の人、様子がおかしかったな。キャンセルの理由も言わなかったし。まあ気にしないで。こういうことってたまにあるから。家庭の事情で急に残金を払えなくなったとか、パートナーとの関係が悪化してパーティーに誘ってもらえなかったとか、だいたいこういった理由でね。彼女の様子からして悩みを話したくなさそうだったでしょ。だからそれ以上は聞かなかったの。かわいそうだけど、ファッションウィークの服作りに集中できるって考えるしかないな。そうね。さあ続きを。しおりさんはいるか？ん？何の用？その、この服を返品したいんだが。え？どうして？いや、どうしてって言われてもな。合わなければいつでも返品していいって言ってたじゃないか。どこが合わないの？袖が短い？それとも色が濃かった？だったら私が直すけど。そういうのはいいから、とにかく返品してくれ。返品がダメとは言ってないけど、少なくとも理由が知りたいの。ケオリさんはいるか？この服を返品してもらいたいんだが。またかよ。ちょっと何よ、テイワットが爆発でもするの？それともまたフォンテーヌが水に沈むとか？服を着なければ災難から逃れられるって予言があるんじゃないわよね。同じ日にこう何人も返品を頼んでくるなんておかしい。一体どういうことなの？お前らの売ってる服はどうなってるんだ。犯罪者と手を組んだ違法業者じゃないか。お客さん、落ち着いてください。一体何のことだよ。お前ら知らないのか？チオリアが犯罪者たちとただならぬ関係にあるって新聞に載ってたぞ。そんなデマを載せてるのはどこの新聞社よ。それより説明してもらおうか。この記事、どこの違法業者から仕入れたものなんだ？私は前にも言ってるわ。材料に何も問題はないわよ。そんな噂を信じるくらいなら、服を着なければ災難から逃れられるっていう予言を信じた方がマシだと思うけど。なんだと？エローフェ。はい、チオリさん。外でお客さんたちの返品対応をしてきてくれる？理由は聞かなくていいから。売った値段で、そのまま返金を受け付けてちょうだい。わかりました。対応が終わったら、店の前に案内を出して。今日はお店を閉めるわよ。はい。しおり。明らかに根も葉もない嘘よ。気にしなくていいわ。何日か経てば、こんなデマは自然となくなるから。フォンテーヌファッションウィークに集中できないよう、私の体力を削るのが相手の目的だと思う。今の最善策は、こういうくだらないことを気にせず、服作りに専念することよ。確かにその通りかもしれないけど、おいらやっぱり心配だぞ。疑惑を晴らす一番の方法は、実力を見せつけることよ。あの人たちがファッションウィークで私の新作を見れば、
おのずと疑わなくなるはずだわ。しおりさん、大変です。もう、落ち着いて服を作らせてくれないわけ？今度はどうしたの？しおり屋にアクセサリーを卸してる業者の方が来まして、ファッションウィーク期間中はアクセサリーの提供を一時停止するとのことです。どういうこと？アクセサリーを全部？前に予約した分も？はい、これを伝えに来た人はそう言っていました。じゃあそこに依頼したモデルは？おそらくそれも。業者までデマに流されてるのか？それを伝えに来た人はまだいる？いえ、もう帰りました。アクセサリーって服につけるブローチとか蝶ネクタイだよな。それだけじゃないわ。装飾用の宝石や金糸、リボン、どれも服に魂を吹き込むものよ。どうすんだよ。それがなかったらファッションウィークの服も作れないんじゃないか？ヘローフェ、君は店にいて、直接業者と話してくるから。そうだな、オイラが保証人になって、その業者にお前の服は絶対に問題ないって説明してやるぞ。うん、お願い。シレン、誰だ？ベンゲル、チオリよ。うん、付き合いも長いんだし、せめてドアを開けてちゃんと話をさせてちょうだい。相変わらず直球だな。ビジネスマナーにも少しは気を配ってくれ。伝言係はそのためにいるんだからな。そんなマナー、私には何の利点もないわ。伝言なんか使わず直接私に言えばいいのに、なんで避けるわけ？はあ、今日の新聞は見たか？どうせくだらない憶測や誹謗中傷でしょ？一文字たりとも見たくないわ。君もあんまり見ない方がいいわよ。そうだな。私も普段はスチームバード新聞しか取っていないし、他のは全く読まない。じゃあ例のデマは、スチームバード新聞に載ってたってこと？いや、ファッション記事がメインの二流のタブロイド紙に載っていたものさ。なら気にする必要ないじゃない。そんなデマ、しばらくしたらみんなすぐ飽きるわ。ファッションウィーク中、アクセサリーの提供をやめるなんてやりすぎだと思うけど。はあ、それが今回はそうとも言い切れなくてな。どこぞの人物が新聞社を複数買収して、あの記事を同時に掲載させたんだ。そしてそれをわざわざ各家庭に一部ずつ配った。私もそれで知ったんだよ。各家庭に一部ずつ？つまりずっと前から計画されてたものってことか？どうやら今回君の相手は大枚をはたいて潰しに来てるようだ。新聞には君の写真まで載っていた。写真って？昨日君が街で人を懲らしめていたところを撮った写真だ。昨日って、まさか。
またユーサーのやつね。ほら、ここに一枚あるから読んでみるといい。巨大な黒幕のような存在であるチオリアは裏社会と深いつながりを持っている。犯罪者たちはチオリというブランドにある可能性を見出した。法で禁じられている競争手段も衣料品の陰に隠せば成し遂げられるというものだ。事情はよく知らんし、憶測で口を挟むつもりもないが、あの写真の写り方じゃ確かに君に非があると思われるだろう。そうだぞ、悪いのはあいつの方なのに。ありがとうパイモン、でも今さら何を言っても仕方がないわ。そうだな、世論に法律なんて通用しない。君の相手はよほど工夫を凝らしたと見える。うちの親父がメロピで要塞送りになったことまで調べ上げたんだからな。そんな昔のことまで。過去の罪は服に染みついた泥みたいなもんだ。ファッション業界の人たちが見たらその泥はいつまで経っても落ちやしない。噂では君の店を訪れるのは犯罪者ばかりで、そこで服を買う人はブランドが掲げる理念と同じように意見の食い違うものを掃除するのが好きだとされてる。あまりにもバカバカしすぎてどこから笑ったらいいのかもわからないわ。これは笑い事じゃないぞ。君の店に犯罪者が来たことあるかどうかなんて人々は知る由もない。あるいは君の店で買い物してから犯罪に走った者だっているかもしれない。とにかくこの記事は真実とデマがごちゃ混ぜになっていて読者を惑わす。それに実名で証言してる人までいるんだ。数日で落ち着く気配はないな。ベンゲル、本当に考え直してくれないの？フォンテーヌファッションウィークの会場で正々堂々とそいつらを倒せるのに。私がもう少し若けりゃ力を貸してやったさ。でもこの年じゃ揉め事に身を投じる気力もない。それにこの商売には家族も関わってる。それも含めて考えねばな。何もこの先ずっとチオリアとの協力関係を断とうってわけじゃない。ファッションウィークの間だけだ。店番をする娘が写真機やフラッシュに囲まれることは避けたいからな。わかったわ。君の仕事仲間として一言だけアドバイスさせてもらうよ、チオリ。今回のファッションウィークは諦めて、また来年参加するといい。少し我慢すれば波風は収まる。我慢するならお好きにどうぞ。私は自分の思う通りにやるから。こんな境遇に陥ったのも、君のその性格のせいかもしれないぞ。そう考えたことはないのか？だったらこの性格のおかげでチオリアが成功したって考えたことは？確かにそうだな。なら幸運を祈るしかない。モデルの方は、私と同じで面倒ごとに巻き込まれたくないらしい。わかった。じゃあ気をつけてね。なあ、これからどうするんだ？アクセサリーがないと用意したデザイン案が使えないわ。ああ、もうムカム
の記事、デタラメにも程があるぞ。犯罪者たちとチオリアに何の関係があるって言うんだよ。こじつけもいいところじゃないか。世論は正否を問わず、声のでかい方に傾くものだからね。ふん、とんだ失態だわ。ユーサーは私のことをよく知ってるし、昨日の一件も彼の計算のうちだったってわけね。とりあえず一旦戻るか。旅人パイモン。あれ、シャルロットじゃんか。どうしたんだ。君たちに会いに来たのよ。今朝のファッション記事を扱ってる新聞は見た？あのデマだらけの記事のことだろ。はぁ、オイラたちもさっきそれを読んでむしゃくしゃしてたところだぞ。でしょ。あのデマには私も頭に来てるの。あの記事を書いた人はスチームバード新聞がこんな根も葉もない記事を載せるはずないって知ってたんだわ。それで他の新聞社を片っ端から買収したみたい。千織さんにこのまま汚名を着せるわけにはいかないわ。だから取材して執筆者に反論する記事を書こうと思ってるの。あんな風にデタラメを並べ立てる人が何より嫌いだからね。いいのか。助かるぜ。シャルロットが手を貸してくれたら世論を巻き返せるかもな。当然よ。千織さんとのこれまでの付き合いで絶対にあんな記事を書かれるような人じゃないって知ってるから。私の写真機、ベリテ君の帽子と蝶ネクタイもしおりさんが作ってくれたのよ。あ、そういえばしおりさんは君たちと一緒じゃなかったの？エローフェさんからは一緒に出ていたって聞いたけど。あれ、さっきまでいたんだけど、あっちの方に行ったのかもな。追いかけようぜ。俺が見たところ、チオリアは今回の件でもうダメだろうな。客に黙ってあんなことをやってたんだ。ま、当然の報いさ。私、チオリアで服を買ったことがあるのよね。え、本当に？実際どうなの？確かに店主は怖そうな人だったわね。犯罪者と裏でつながってたなんて背筋がゾワゾワするわ。見失っちゃったぞ。町の人が話してた内容を聞いたか？なんでみんなあんなデマを信じてるんだよ。ちおりさんは普段あんまりメディアに顔を出したり取材を受けたりしないの。だからみんなが彼女のことを知る機会も少ないのよね。それにちおりさんのやり方はたまにちょっぴり極端だったりするから、事情を知らない人によく誤解されがちなの。ユーサーのやつ、とんだ悪人だ。今すぐぶん殴ってやりたいぞ。だ、まさか千織のやつ、あいつをぶん殴りに行ったんじゃないよな。もしそうなら千織さんはますます不利な状況になるわ。千織さんもそのことは分かってると思うけど。確かにそうだな。とりあえず千織屋に戻ってみようぜ。こちらはラティシアさん、チオリさんに会いに来たそうです。あ、確か昨日ウェディングドレスを受け取りに来てたよな。まさかお前も返品しに来たのか。そんな、とんでもない。チオリさんにはお礼を言いに来たの。それと、もし力になれることがあったらと思って。
君もあの記事を読んだのね。ええ、あなたたちは事情を知らないと思うけど、実は私、あのウェディングドレスを着られなくなりそうだったのよ。何かあったのか？ええ、私の婚約者は商人で、商売もまあまあうまくいっていてね。プロポーズされた後、彼がチオリアでウェディングドレスをオーダーメイドしてくれたの。多分、私がいつも何の気もなしに、チオリアの服のこととか、いつかチオリさんがデザインしたウェディングドレスを着てみたいって口にしてたからでしょうね。でも、何か問題が起きたのね。その後、彼の商売にトラブルがあって、資金難に陥ってしまったの。どうにかモラを工面して、やっと借金は返せたけど、ドレスの残金は払えそうになくって。ん？でも、前金で作れたって、昨日チオリが言ってたよな。ええ。実は注文をキャンセルしに行った時、チオリさんに理由を聞かれて、事情を伝えたの。そしたら、チオリさんがこう言ってくれたのよ。ドレス代は前金で足りるから必ず仕上げる。結婚式では絶対にチオリアのドレスを着られるから心配しないでってね。ってことは無事に受け取れたのね。私もよく知ってるけど、チオリさんは口にしたことを必ず守る人だし。ええ、それで昨日家に帰った後、どうしても我慢できなくてドレスを着てみたの。ただそこに急に彼が入ってきてね。そのドレスを見た彼は、驚きのあまり言葉を失っていたわ。あらら、それもそうよね。結婚式当日のサプライズだったはずなのに。ううん、問題はそこじゃないのよ。彼は長年商売をしてきたから目が利く方でね。そのドレスを見た瞬間、実際に払った金額をはるかに上回る品だって気づいたの。お？つまり。そう。生地や装飾、デザイン、ジュエリーに至るまで、チオリさんは最高級のものを使ってくれたみたい。ほう。ラティシアさん、もし差し支えなければ、今の話を君の名前と一緒に記事にしてもいいかしら。ええ。もし千織さんのお役に立てるなら、もちろん構わないけど。きっと役に立つはずよ。捏造されたデマなんかよりも、ずっと説得力があるもの。ところで、千織はまだ帰ってきてないのか？え？てっきり、あなたたちと一緒にいると思っていましたが。あれ？じゃあ、どこに行ったんだ？エロフェ、千織が普段よく行く場所とか知らないか？そうですね。あ、そういえば、千織さんは気分が晴れないとき、よく海辺の崖のところに行っていますね。なら、二手に分かれて行動しましょう。私はラティシアさんの取材を続けるから、旅人とパイモンは千織さんを探してきてくれる？おう！じゃあ、早速そこに行こうぜ！シレ、君たちがここを知ってるの？あ、エローフェがバラしたのね。チオリ、あんま落ち込むなよ。オイラたちも一緒に解決策を考えるからさ。さっき、ラティシアがお前の作ってくれたドレスのお礼を店に言いに来てたぜ。落ち込んでなんかないわよ。新鮮な空気を吸いたかっただけ。ついでに気分転換にもなるしね。君たちも座れば。いい景色よ。
もし落っこちたら私が飛び降りて受け止めてあげるから安心して。じゃあ遠慮なく座るぜ。どう？確かにいい眺めだな。でしょ？静かで広々としていて、煩わしい記事も騒ぐ声も届かない。代わりにあるのは、こんなにも素晴らしい景色。うんうん、わかるぞ。時には悩み事から一歩引いて、息抜きするのも大事だもんな。はぁ、私の家はね、親が二人とも厳しくなかったの。そんな家庭で小さい頃から育ったから、この性格も私たちが甘やかした結果だって両親がよく冗談で言ってたわ。他の子たちと一緒に木を登ったり、洞窟の中を探検したり、それから神里屋敷の塀をよじ登って庭に忍び込んだのがバレてつまみ出されたこともあったわ。へえ、ちょっと想像できないな。そんなやんちゃな私でも、裁縫となると無心で打ち込めてね。好奇心旺盛な子供が、色とりどりの華やかな布地の中に別世界を見つけたような感覚、わかるかな？おお、なんとなくわかる気がするぞ。そんな私を、両親は稲妻の有名な裁縫師に弟子入りさせてくれたけど、師匠たちはみんな、しびれを切らして弟子生活は打ち切り、その繰り返しだった。え？お前、そんなやんちゃな子だったのかよ。そういう問題じゃなくて、奇想天外な考えを裁縫に取り入れようとした私の試みが、当時の伝統的な考えと相入れなかったみたい。それに、鼻を高くしたお偉いさんたちに、かしこまった態度を取りながら服を作ることにも抵抗があった。そんなこんなで、弟子入りどころか、店の使い走りとして雇ってくれる裁縫店すら見つからなくなったの。だから稲妻を離れたのか。離れる前に、怒りをこらえながら師匠たちに豪語してきたわ。いつか必ず、私が作り上げたブランド名を、テイワット全土に轟かせるってね。かっこいい夢だな。それからフォンテーヌ邸に来て、ファッションや芸術の中心地って言われる街で暮らすようになった。最初の頃は本当に楽しかったわ。狭い部屋にしか住めなかったけど、自分の思い通りに服をデザインすることができた。当時の私にとって、ファッションってすごくシンプルなものだったの。綺麗なものは必ず人々に好かれる。ただそれだけ。呆れるほど単純でしょ？もう単純じゃなくなったけど、呆れるのは変わらないわね。ラティシアのこと？チオリアのウェディングドレスを着るのはずっと私の夢だった。初めて言われたわ。自分の夢を追い求めてるつもりだったけど、いつの間にか人の夢を叶えてあげることになるなんてね。思いもしなかった。よし、気晴らし完了。そろそろどうするか考えないとね。おお、すっかり立ち直ったみたいだな。最初から落ち込んでなんかないって言ったでしょ。まずはユウさんのやつが誹謗中傷した証拠と、人を雇って犯罪を行った証拠を探さないとな。シャルロットが今反撃材料となる記事を書いてくれてるから、スチームバード新聞にまとめて載せようぜ。世論で戦うのはあまり好きじゃないけど、まあシャルロットが手を貸してくれるなら私も止めないわ。ユーサーの工房の住所を知ってるから、そこに行けば何かしら証拠が見つかるはずよ。うん、後で一緒に行ってみようぜ。
今回のフォンテーヌファッションウィークは残念だけど、あまり気を落とすなよ。また機会はあるからな。え？何言ってるの？もちろん証拠も探すし、ファッションウィークにも参加するわよ。え？でも用意したデザイン案が使えないって言ってなかったか？それについては確かに今のところ解決策が思いつかないけど、ま、君たちには正直に言うわ。フォンテーヌの海を見るたびに稲妻を思い出すの。と同時に師匠たちに豪語したことを思い出すのよね。だからここで負けるなんてまっぴらごめんよ。お海。お、しおり、何か言ったか？海、貝殻、サンゴ。あった。お、何がだよ。行こう。海に飛び込むのよ。ものは何だと思う？ルエトワールとか真珠とかサンゴ、それから分かったぞ。それで服のアクセサリーを作るつもりなんだろう。分かったならいっぱい取ってちょうだいね。良さそうね。私も結構取ったし、これで足りると思うわ。よし、じゃ早速戻って服を作らないとだな。そうね。でも戻ったら先にやることがあるわ。アクセサリーの材料は揃ったから、次は手元にあるものをもとに新しいデザインをいくつか書き直すわよ。新しいデザインを？本当に間に合うのか？徹夜すれば間に合うはず。寝ないのはダメだぞ。あれ、同じようなことをどっかで言ったことあるような。誰のこと？残業好きな友達がいるんだ。とにかくちゃんと休まないとだぞ。ただの冗談よ。でもどうにかして間に合わせないとね。はぁ、フォンテーヌファッションウィークに初めて参加した時のことを思い出すわ。何かオイラたちにできることはあるか？そうね、はぁ、あったわ。店にある服を全部ちぎってもらえる？任せろ。今なんて言った通りよ。店にある服を全部バラすの。初めてファッションウィークに参加した時、手元の生地はわずかで買い足すモラもなかった。だから稲妻から持ってきた服を全部ちぎったの。それで大きな布を縫い合わせて服を作り、小さな布でアクセサリーを作ったのよ。店にある服ならそのまま使えるアクセサリーも結構あるはずよ。でもお前が苦労し
わかってる。でも、たとえ全てを投げ打ってでも、あいつらに立ち向かうわ。絶対に負けを認めたりしない。わかった。じゃあ、本当にちぎるぞ。何ためらってるのよ。君たちに弁償させたりしないから。もし普段こんなことをする奴がいたら、下水道に投げ捨ててやるけどね。ストレス発散のつもりで、思いっきりやっちゃって。ちぎってくれたわね。これで十分よ。ちおり、大丈夫？遅くなってごめん。どうしたのこれ。なんでお店がこんなことに。誰の仕業？く、悪党め。新聞にデマを並べた上にお店まで荒らしたってわけ。相手の名前を教えて。着るものがなくなる感覚をスピナディロースらがみっちり教えてあげるから。うん。え？一体何の茶番劇よ。生地とアクセサリーを再利用するために、旅人たちに服をちぎってもらったの。え？そうだったんだ。ちょっと興奮してたみたい。さっきのは聞かなかったことにして。ナビアも怒ったらすごく怖いんだな。身近な人が濡れ衣を着せられることに、私ほど反感を覚える人なんていないでしょ。ましてや、人にはめられたならなおさらよ。二人って仲がいいんだな。もちろん。チオリアの服は本当に素敵だし、スピナディロースらの礼服もほとんどチオリに作ってもらってるの。制服も頼んでくれたらいいのに。けど、チオリってそういう決まった様式の服を作るのは好きじゃないでしょ。だから面倒をかけないようあえて頼んでないのよ。チオリの情報のおかげで助かったことが何度もあるの。スピナディロースらにとってここは服屋というより情報屋みたいな存在ね。普通の服屋にしたいとは思ってるんだけどね。チオリ、スピナディロースらに手伝ってほしいことがあったら何でも言ってちょうだい。できれば、手先が器用な人を何人か送ってもらえたら助かるわ。残り二日間、ラストスパートをかけなくちゃいけないから、簡単な針仕事を手伝ってもらいたいの。ええ、もう手配済みだから安心して。しおりがファッションウィークを諦めるわけないって知ってたしね。いつから始めればいい？私も手伝うから。ううん。ナビアには、他に頼みたいことがあるの。仰せのままに。それから旅人にパイモン、ミネとリネットに伝言を頼んでもいい？彼らの手も借りたいの。取材は終わったわよ。チオリさんは帰ってきたかしら。って、何があったの？誰の仕業？名前教えて。明日の新聞に大々的に載せるから。またなの？この服はどうしたらいい？手伝うから何でも言って。じゃあまず生地の素材ごとに分類して、それから色別に分けてくれる？あとアクセサリーは取り外して別途置いといてちょうだい。難しくなさそうね。私も手伝うわ。この服はどうしたらいい？手伝うから何でも言って。じゃあまず生地の素材ごとに分類して、それから色別に分けてくれる？あとアクセサリーは取り外して別途置いといてちょうだい。
難しくなさそうね。私も手伝うわ。ちょっとで出るところだった。新聞の件を聞いて千織さんのところに行こうとしてたんだ。千織さんは以前僕たちのステージ衣装を作ってくれたことがあるし、ショーに協賛してくれたこともある。だから彼女が困ってるなら僕たちも力になりたくってね。タイミングバッチリだな。オイラたちは千織に頼まれてきたんだ。なるほど、そうだったんだね。僕たちにできることがあれば遠慮なく言ってほしい。うん、実は それだけでいいのかい？お兄ちゃんと私にはお安いご用。ひっ、ならオイラたちも安心だぜ。あとはユーサーが悪事を働いた証拠を見つければいいんだよな。この2日間はそっとしといて、服が出来上がってから来てほしいって千織に言われたけど。ファッションショーは2日後だよね。本当に間に合うのかな。千織が言うにはまずはファッションショーで勝負してからデマに反撃するって作戦らしいぞ。確か二段構えってことかい。正々堂々勝負した後さらに相手の急所をつく感じ。だいたいそんな感じだ。わかった、千織さんがそう決めたのなら信じるよ。僕たちも戻って準備を進めておくから当日会場で会おう。うん、頼んだぞ。オイラたちは千織に言われた通り2日後にユーサーの工房で落ち合って犯罪の証拠を探そうぜ。服がうまく仕上がるといいな。